おはようございます。エンです。7月8日、朝会、よろしくお願いします、まあ。今日のお題としては、雇用統計失速でドル売り、9月利下げか、まあ、利下げ確率上昇ということなんで、えー、まあ、そういう動きですよね。で、えーまあ、昨日も、えー、YouTube でお話ししたかと思うんですが、えっ、ー、と、もともと、 うんトランプディールですよね、えトランプさん、えっと、6月28日の現地時間27だったんですが、バイデン大統領との大統領候補者、テレビ討論会でトランプさんの方が優勢に見えたというところで、えー、トランプさん、もしとら大統領になるんじゃないか。 みたいなあ、まあ、大統領の確率が高まったんじゃないか、あの支,持支持率上昇したんじゃないかみたいな、まあ、そういう思惑からアメリカの長期金利が上昇しました、週前半にかけて、まあ、火曜日ぐらいまでですよね、まあ。これ、トランプさんの政策が減税であるとかあ、まあ、どちらかというとインフレを加速させるような政策なわけですよね。一、まあ、一部部のの昨日も話しましまたが一部の金融機関は 利上げが5回ぐらい必要になるんじゃないかみたいな話になって、えー、インフレを加速するというふうに予想した部分が前半の貯金の上昇なんですがその後アメリカ経済指標結構弱いものがいくつか連発して、えーまあ、こうなると利下げ間近かっていうところで利下げできるんじゃないかということで。 ISM ですよね。ISM 製造業サービス業ともに弱くてなおかつ今日これからお話しますが雇用統計が弱かったというところで、えー、アメリカの長期金利4.28%まで、まあ、トランプさんとバイデンさんの話のあたりまで結局は低下してしまったそれでドル売りになったという流れですよね。まああのー 雇用統計発表直後は一瞬長期金利上昇したんですよね。でドル円の動きも一瞬上昇したんですが、まあ、結局下がったという形になりました。で、えー、雇用統計なんですが非農業部門雇用者数が20万6千人ということで、まあ、予想18.5から,11万ぐらい19万ぐらいだったんで。えー まあ強い一瞬強いなというところでしたよね。労働参加率も上がったと。ただ、過去2ヶ月分が下方修正されて、これまあ11万人ぐらい下方修正されたんで、あれ結構でかい下方修正だなということで、それで意外に弱いんじゃないかと。この下方修正結構、最近連発してるんですよね。ほとんど7 8割ぐらい、ここ1年、今日で。 えー、8割ぐらい下方修正してるんでこの傾向続いてるんであれ雇用統計ちょっと弱いんだなっていうイメージになっちゃいましたね失業率も44.1%から 4. に上昇これ労働参加率が0.1%上昇したんで失業率上昇したんでまあこれは悪い意味の失業率の上昇とも言い切れないんですが。 しかし、平均時給の伸びが鈍化したということで、これ、前月比0.4から0.3%、前年比で4.1から3.9%ということで4、4%割っちゃったんですね。これ、いろいろ見ると、雇用者数が伸びたけど、内容悪いじゃないかということで、それで結果としてはドル売りになったという流れですよね。で、FedWatch なんかを見ても、9月の 利下げ確率が72.5、これ、最近ではかなり高くなってますよね。ですから、9月、利下げするんじゃないか。で、えー、12月も45.4と、えー、まだそれほど高くはないんですが、12月もやるんじゃないかということで、連発やるんじゃというところですよね。うん、で、えーっとまあ、そういう流れになったと。あと、今週、CPI が、えー、ございます。CPI の発表が木曜日。 で、えー、PPI が金曜日あるんで、ここで再び弱い指標が出た場合っていうのは、ますますあの九、ー、月利下げが、えー、近づくっていうマーケットの印象を与えますよね。これで、えー、っと、まあ、今月、FMC ありますよね、あのー。一番最後、31日なんですが、そこで、パールさんから何らかの、まあ、 次回、利下げしますとは言わないと思うんですけど、何らかのハト派のサインが出るんじゃないか、あるいは8月恒例のジャクソンホールのカンザスシティ・ロンギンのシンポジウムですよね、そこでもなんか言うんじゃないか、それで9月の利下げに道筋をつけるんじゃないか、みたいな、こんなシナリオが出てきてますよね、まあ、それがあの長期金利の低下を促したというところですよね。長期金利低下の ドル円のの下落とというところですよね、まあ、直近に関しては最近4.2から4.5ぐらいの間で推移してますので、まあ、この4.2たりを割れて4%に近づくかどうかここが結構最大のドルにとってはポイン、まあ、短期的にはそこがポイントになるかなというふうに思います一方カナダの雇用統計も出たんですよねこれ2万、えー、6,700人 雇用者数が前月増加してたのが1万4000人減少してしまった、まあ、予想は2万7000人の増加だったんですよね失業率も6.2から6.4%にー上昇ということでカナダ、えー、と雇用統計悪いじゃんということになってこれかなり経済少し弱まってんじゃないのみたいな観測が出てきましたよねまあそれを受けて、まあ、ドルカナダ上昇ですよね、まあ えー、ドル買いカナダ売りになったというところでカナダの今東の位置見てみましょうかこんな感じなんですよね1.36あたりがサポートされて、えー、1.3750あたりがレジスタンスになってまあそのレンジがここのところずっと続いてるんでちょっと底打ち感あるかなというまあドルの底打ちというよりはカナダ売りになって、えー、とカナダ円なんかを見てもやっぱり。 そうですね一時118円60ぐらいまでいったのが117円80ぐらいまでこう下落してきているということでちょっとカナダ売りかなという動きになってますね。でまあアメリカの債権利回りはこのように低下しましたとあとはやっぱりあの金利が下がるとなるとかぶって、えーまあ、金融相場というか株上昇 に弾みがつく可能性もあるんで、ダブは0.17%上昇、SP500 は0.54%上昇、ナスダックは0.9%上昇、ソックスは0.08%上昇、ビックスは12.48%でしたということで、えー、っと、ナスダックと SP500 がー過去最高値を更新ということで、えー、まあ、 堅調ですよねマイクロソフトなんかも1.5%上昇ということでこれでここマイクロソフトも最高値を更新したんですよねマイクロソフトとかあとメタですよねメタも最高賞更新ということでまあここら辺のテック系情報産業 強かったですよね、うん、で先週1週間で見ても SP500 が1.95%ナスダックが3.5%ダウが0.66%上昇ということでやっぱりえっ、ー、とナスとか、えー、SP500 情報関連強かったなというとこですよね、うん、そういう、まあ、ちなみに NVIDIA もちょっと上あの昨日は下落したんですけど、まあ、120ドルあたりはサポートされてると。 いう形ですねヒートマップ見ておきましょうか、まあ、こんな感じになってます、まあ、全般的に強かったかなと、一部 nvidia とか、えー、弱いものもあったんですが、情報ス総じて高くと、金融はまちまちでしたね、金利下がったんでね、テスラ2%上昇、アマゾン1.22%上昇、小売りも良かったですよね、ウォルマート2.64%上昇、コストコ2.67%上昇と、まあ、そんな感じになりました。 あとフランス選挙がサプライズでしたということで、まあ、ここら辺はちょっとブルームバーグとか見ていきましょうか。会、え、員、ー、で左派が予想外の勝利ということですよね、うん。で、フランス国民議会選挙の2回目の投票で左派連合が第1党になる見通しということで、左派連合の新人民先生は、 大幅な支出の拡大を公約しており、ここはちょっと問題なんですが、同国の公的財政状況を懸念する投資家にとっては掲載警戒すべき要因にと見られているようです。今日は朝方、ユーロ売られたんですよね、あのー。こんな感じですよね、1時間足見ると。で どんと落ちて、まあ、ここら辺はもしかしたらこのやっぱり財政支出を拡大せよっていうところが EU の方針とまたぶち当たるというところでそこら辺を懸念したユーロ売りだったんじゃないかともともといわゆる極右と言われてる RN がルペンさんのところがですねここが躍進するんじゃないかと、まあ、そこに危機を抱いたマクロン さんのと,、えー、と左派が、まあ、一応選挙協力をすることによって、えー、国民連合を抑え込んだっていうのが今回の選挙結果だったと思うんですがむしろ左派連合が第一党に躍進することによって財政赤字拡大、まあ、そこら辺なのかなユーロの売りはっていう朝方のちょっとあのマザーマーケットフランス出てきてヨーロッパ出てきて これをどういうふうに解釈するかっていうのをちょっと見てみたいですね、今の時点ではちょっと何とも言えないということで、まあ、出口調査では左派連合の新人民先生が170から215議席取るみということで、過半の289には到達しないと。 でルペンさんの RN は110から158 15議席で第3党にとどまる見込み、マクロン大統,の大統領の中東連合は150から182議席で RN を上回りそうとなると、まあ、どういう選挙協力をこれするかですよね。うんまあ、そこら辺かなというところです。バイデン大統領は、うーんまあ、 討論会を受けて、民主党内でさえバイデンさん、あの立候補を取りやめた方がいいという話が出てるんですが、あまあ、りる気はないような感じですよね。うんまあ、パウエル議長、今週金融政策に関する半期に一度の議会証言を行う、まあ、ここも注目材料ですよね、まあ、ここでどういう発言が出てくるのかというところです。 うーんとあとは、氷回りより財政重視しなきゃいけませんよという債権投資家の、えー、シグナルが出ていると。アルゼンチン、トルコ、エジプトなどのパフォーマンス上位校はいずれも財政改革に取り込んでいるというところですよね。うーんはいえーまあ、そのような日経新聞の方はやっぱり都,議会、えー、都知事選ですよね。えーまあ、小池さん まあ圧勝とは言えないの圧勝なんでしょうねやっぱりね小池さんが、えー、強かったなとで、えー、石丸さん、えー、広島の秋田敏前市長ですよね、まあ、この方が2位になったということで、えー、蓮舫さん、えー、3位ということでうーんあのーまあ、意外に伸びなかったなというそういうところでしたよね、まあ、あとはフランスの話とかうーん はいえー、そのような感じになってます。で、まあ、ユーロ売られてました。で、ユーロスイスも売られましたよね。で、えー、ユーロポンドも売られて、今ちょっと朝方のギャップを埋めに行ってるところなんですが、さて、このユーロの売りは何なんでしょうということで、えーまあ、こちらは先ほど申し上げた えー、円相の予想ではそういう財政支出拡大が嫌気されてるんじゃないかあるいは3党でどこも第1党取れなくてちょっと政治的には連立組まなきゃいけないしかもそれはみんな水と油っていうところなんでそこら辺の混乱が続くことに対する嫌気なのか、まあ、ちょっとあの欧州市場の開始を待ちたいところかなというところです一方でドル円うーんはい えっと、先週ですね、こ、あのーまあ、この「あ会でも何度もお話したと思うんですが、先週の週間ピポットのレジスタンスが161円の8090円あたりにあって、結局162円をに到達できずに失速していったというところですよね。で、えー、ここは水曜日は、えーうん、ISM のサービス業で雇用統計を受けてと。 ドル円下落したわけなんですが、昨日アジあの金曜日、アジア時間から重かったですよね、後島日中値にもかかわらずというところなんですが、で、反発、雇用統計後反発したところが161円の3040、アジア時間でもそのレベルが、えー、レジスタンスになってました。そうなると 今日の、あのー、デイリーピポットはということで、デイリーピポットのレジスタンスが161円の35なんで、やはり戻り、この161円の3540抜けるかどうかですよね。まあ、その手前に、週刊ピポットの161円の丸1というのがあるんで、もしこの週刊ピポットが重くなるようであれば、えー、やっぱりちょっとその、 サポートの、週刊ピポットのサポートの160円の丸8ということで、160円16、161円のレンジになる可能性があります。ちょっと重たいんでね、ただ、1時間箸で見ると、ちょっと下も重い硬いかなと。日足で見ると、うーん、オシレーター系どうでしょう、ちょっとやっぱり上値から短期的には、えー、と下落パターンになってきてるのかな。少し えと上値が重くなってきて162円を超えられなかったことによって一旦ちょっと調整気味になるのかどうかというのを今週見極めたいですよね CPI、まあ、CP PPI もありますしパウエル議長の議会証言もありますし、えー、とここら辺を見ながらドル円は161、えー、円台が上値になるのかどうか一方で、まあ、ユーロドルは さっき言ったように下落して、今、ギャップを上に来てますけど、やっぱりユーロドルも重かったのか、ちょっとそうするとユーロ円が重たいっていう形になっちゃいますよね。173円の70あたり、7580、ちょうど週間ピポットとデイリーポットのサポートで止まってるんで、ここ、173円の70、80あたりも、ちょっとユーロ円は注意すべきサポートレベルですよね。 まあこの,あの週刊ピポットとデイリーピポットのマルチタイムのピポット、円像のオリジナルということで、オリジナルのインジケーターということで、JFX さんのえこうトレーディングビューで使えますので、もしえこれをお使いになりたいということであれば、概要欄に貼っておきますので、そこから JFX さんの講座解説をお願いします。無料でえプレゼントさせていただきます。あと、サロンをやってまして、 まあ、昨日なんかもあの雇用統計の深掘りとか、えーまあ、今週のいつも毎週末やってるんですが、えー、前週の分析と今週の動きの予想みたいなのをやってますのでもしご興味あればサロンの方、えー、こちらも概要欄の方からぜひ、えー、読んでみてくださいということで。 週末暑か,暑かったですけど、今日も暑いですよね。ちょっとね、こういう時ね、あんまり頑張っちゃわないで、まあ、えはずっとちょっと、あのー、マイディーリングルームにこもっちゃって、あのー、外出ないわけなんですが、お仕事行かれる方ね、そういうわけにもいかずに、水分補給を気をつけて、お仕事頑張ってください。えー、ということで、いってらっしゃい。